はい、山も酒も蔵王ということで、本日、10時より、全国新酒鑑評会の、結果が、出ますので、ちょっと今みんながスタンバイしている状態です。杜氏さんは胃が痛いそうです。はい、ちょっとみんなで、もしかしたら動画を配信しない可能性はありますけど、はい、ちょっとみんなで見てみようと思います。全然繋がんない。はい、あ、でも来ましたね。行きましょう。はいはいはい、はい、おうわ、頑張れ。とりあえず宮城まで。はい、あ、ちょっと、まあ、うちは一番下なんでね。はい、はい、北から大体最後の方ですもんね。はい、ペンっていくのやめてください、ね。はい、手が一個ずつ。はい、ああ、すみません。おお、びっくりした。篠川さん、はい、次これですね、スペースですね。次のページ、はい、はい、これまだか。頑張れ。いきなり宮城県もうない可能性も。いやいや、次のページ、はい、あ、まだ宮城、まだある、はい、終わったやつ、はい、ああ、え、そろそろ、そう、まだまだわかんない、まだ気仙沼だから、あ、これ何、もうちょんじゃないですか、まだある、ああ、あ、やった、すごい、はい、はい、よ、あ、よかった、ありがとうございます。入ってました。はい、はい、無事。よかった。緊張で、ちゃんと。よかった。びっくりしてる。あ、緊張ですね。よかった。はい、いや、本当ありがとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。よかった。はい。今年も2年連続で、はい、金賞いただきました。やった。よかった。本当に。なんかやっぱりね、報われた感じがする。嬉しい。はい。お腹痛くなくなったやつ。いや、よかった。はい。手しびれた。ということで、はい、無事、全国新酒鑑評会令和 3BY ですか、 3BY、はい、はい、去年に引き続き2年連続金賞いただきました。いや、今年は、ね、例年最近ずっと米が硬い状態が続いてて、今年が元に戻ったんで、はい、逆になれない感じがあったりとか、はい、あと、あれですよね、審査方法もちょっと普段と違ったりとかするんで、はい、結構難しい年だよっていうのは天童先生からも、ね、言われてたんで、ただうちちょっとね、はい、多分経年に戻った年ではあったんですけど、あの米結構締めすぎ、あの固くしすぎちゃったんで、はい、でも分かんない、今年やっぱりそれが良かったんですよ、はい、みんな多分結構溶かしたところも多かったみたいなんで、うん、それと比べると、はい、やっぱうちの中でも加工でもトップクラスにこうライトな、ライト、すっきり、後のキレが良くて、はい、で、甘みも香りもしっかりある感じだったんで、はい、まあ、その辺が多分良かったのかなと、はい、いや、良かったです。なんで、良かった。美味しい大吟醸ができたと、まあ、名実ともに証明されたので、やっぱ去年も金賞取った後、結構大吟醸バンバン出たんでね、なくなる可能性もあるので、うん、ぜひお高い商品ではございますが、飲んでいただければと思いますので、はい、はい、またを扱っている酒販店さんおよびうちのネット通販でもいいので、あ、まあ、あとまだちょっと、あの、どのタイミングからその、あ、もう新酒出してるんだっけ、出してないかな、今新酒かな、まだ、まだ、はい、まだ結果出てないから切り替えてないと思うんで、ね、はい、あと切り替えるタイミングを決めてこの動画にでも載せてかな、うん、はい、あ、そうですね、はい、やりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。